株式会社コミュニティネットワークセンターは、愛知県名古屋市東区東桜一丁目に本社を、置く国内第2位の MSO で、東海地区のケーブルテレビ局の事業連合として、設立された。キャッチネットワーク、チタメディアスネットワーク、チューブケーブルネットワーク、ひまわりネットワーク、スターキャットケーブルネットワークを参加に置く、事業持ち株会社である。また、 グリーンシティケーブルテレビの株式55%を取得し子会社化している旧東海デジタルネットワークセンター2008年7月1日に東海デジタルネットワークセンターが母体となりキャッチネットワーク、チタメディアスネットワーク、チューブケーブルネットワーク、ひまわりネットワークと株式交換を実施し完全子会社化しシーテックのチューブメディアセンター事業と IT サポート事業を会社分割により継承し、東海ケーブルネットワーク企画株式会社を合併、称号を株式会社コミュニティネットワークセンターと変更し、ケーブルテレビ事業持ち株会社となった。2020年10月、名古屋市に拠点を置くプロイ、e、スポーツチーム、ブルービーズの運営法人である、一般社団法人ブルー、ビーズと業務提携を行い、新チーム、 クンシー・ブルービーズを発足。2021年には、コミュニティネットワークセンター及びクンシー・グループは、名古屋グランパスの e スポーツパートナーに認定され、第2回名古屋グランパスオンラインチャレンジカップを共同開催している。また、中日ドラゴンズとは、オフィシャルサポーター契約を締結しており、 この地域のスポーツ E スポーツチームとの連携を図っている。ありがとうございます。